藩士は中国語官末期の女性。長藩の兄の妻。劉備が長江南岸を平定した時、長藩に代わって長雲が慶応大衆になった。藩士は中華一の色化の持ち主で、すでに夫を失っていたため、長藩が長雲に引き合わせた。しかし長雲は高尾とは同性なのだから、高尾の兄は我が兄も同然ではないかと言い、孤児して承諾しなかった。 当時、承諾するよう趙雲に勧めた人もいたが、趙雲は、蝶藩は追い詰められて振ったに過ぎず、彼の心も知れたものではない。また、天下にも女性は少なくないと言い、ついにめとらなかった。蝶藩が曹操の下に逃亡したが、趙雲は全く気にしなかったという。露筆の三国衆下では、趙雲が藩士をめとらなかったのは、 関羽が、旗記録の前載の当時をめとりたいと想像に、誓願したのに対し、はるかに懸命な行いであると称えられている。小説、三国支援儀においても、長藩の兄嫁として登場している。以下、強撃、流法示さのうちの取り形容による。呉、レ、連合軍が、石壁の戦いで儀を破ったため、諸葛亮の天下三分の刑はなったかに見えたが、 そう簡単にことは運ばなかった。まだ義の残党もいたが、諸葛亮は、戦わずして、慶応を取れ、龍たる者は大鳥に出会ったら七分を譲れと、何やら、意味深な言葉を添えて、長雲に命じた。龍は、もちろん、長雲の字の、死流であるが、では、大鳥とは、何なのか、長雲には全くわからなかった。一方、慶応大衆の長藩は、 長雲との戦いに、まるで自信がないばかりか、兄嫁で家父の半玉大鳥の助言を聞き入れて、戦わずして投降してしまった。そして、長雲と義兄弟のちぎりを結んだ。長藩が長雲に半玉大鳥との結婚を盛んに、進めると、長雲は、義兄弟の姉と結婚するのは道理に反すると言って、拒否し、単身で、慶王を攻め落とそうとした。 ところが、戦場に出てきたのが臨図を着た、武者姿の半玉大鳥だった。これがまさに、諸葛亮の言う、大鳥であった。蝶雲は、彼女と戦っている間に惚れ、そこに劉備と諸葛亮が登場して取り成したため、二人ともめでたく、結ばれたという天末になっている。民間伝承によると、藩氏は、半玉大鳥の他に、半雲前、半賢と呼ばれていたらしい。聖師、 演技同様、超運とは結ばれない。ありがとうございます。